もですね、ヤフー占いの占い師さん、占っていただきます。はい、今週の方はこちらの方。今回の占い師さんは唐沢水光先生です。唐沢先生のページには一部無料で占えるメニューもあるので、皆さんぜひ占ってみてください。はい、今回のテーマはズバリ、次の恋人はこんな人。わあ、次の恋人、皆さんが今付き合ってる相手ではなく、はい、次の付き合う男性の正体をズバリ見上げていただいています。ちょっとこれは楽しみですよ。でもまあ今ははるかしか そうですね、でも未来予想ですかね。はい、じゃあはるかから。はい、次の恋人はズバリこんな人。美濃はるかさん、あなたはとても頭がよく、お堅く厳しい家庭に育った方ですね。よくぞお笑いの世界に入ってこられましたね。おすごい、今日の先生語りかけてます。そんなはるかさんは、うん、昨年6月に出会った人と10月に別れました。え、そんなことあったんですか。次の出会いは今年7月、巨人阪神の阪神さんに似ている彼と出会います。阪神師匠です。年齢は31歳、洋服の販売をしているおしゃれな阪神さんです。阪神さんなの。阪神さんなの。結局今月あなたの住んでいる場所から東もしくは南のお店に洋服を買いに行った際に接客をしてくれた阪神さんです。彼と一緒になった場合、あなたはお笑い芸人を辞め、さらにオーラを消して裏方の仕事をします。意外と私は私、彼と彼という独立したスタンスで仕事をしていくでしょう。阪神さん、阪神さん、すごいですね。おしゃれな阪神。はい、そして私ですね、はい、春菜さん、あなたは内に秘めた顔も外に見せている顔も変わりなく、とても心の温かい方。あら、嬉しい。そしてとても女性らしい方ですね。うわー、嬉しい。お料理もお得意なはずなので、こんな方をお嫁さんにできる未来の旦那さんはお幸せですね。他の男性は嫉妬の目で見られることでしょう。私読みます。大丈夫ですか。読んでもらって、はい、すごい恥ずかしい。はい、そんな春菜さんは昨年5月に出会いがありましたね。しかしそれは物にできないので、次の出会いは2年後の9月、メッセンジャーの相原さんに似ている人です。え、芸人の人みたいな。芸人ですか。年齢は30歳、はい、バリバリの営業マンです。知人の紹介で出会います。はい、彼と一緒になった場合、春菜さんも芸能界を引退して平凡な主婦になります。そしてあなたそっくりの3人の子供を産む。何不幸みたいな。平凡な幸せを手に入れるでしょうと。平和な感じで。でも2人ともやめちゃうんすか。ねえ、ね、なんか、ね、しかも相原さんの遺伝子全然ないんですか。全部春菜さんにそっくりな子供3人います。はい、3匹の子豚みたいな。誰が子豚だよ。誰も言ったの、自分で言ったんですよ。じゃあ、はい、お願いします。直美ちゃん。はい、直美さん、あなたは個性の少ない方ですね。え結構個性の塊だと思う。結構あるイメージあります。5年前の4月に知り合った男性との恋は終わりましたよね。18日、今年は次の恋の大チャンス。今年4月に出会う彼は妻夫木聡にそっくりのめちゃイケメンです。彼は32歳の美容師。彼と出会うためには今東の方向に行っている美容院を西の方向に変えてごらん。ほら、彼が微笑みながら、スタイルはいかがにと聞いているではありませんか。見えるの、先生には見えるんだ。先生には見える、うん、彼と一緒になった場合、あなたはエステティシャンに転向し、イケメン美容師の旦那様と2人でお店を経営、お金儲けに走るでしょう。ちょっと待ってください。お笑い、あの占い子クラブ3人辞めてるじゃないですか。大丈夫ですか。最終回ですね。辞めてますね。東、西でしたっけ。今東に通ってらっしゃるから西に帰ってください。はい、東ってどこなんですかね。私今池袋のお店に通ってるんですけど、家から歩いて池袋が、あ、そういう感じなのか。そういうことじゃないですか。じゃあ美容室を変えて、そこの美容師さんに、はい、イケメンので、スタイルはいかがと言ってらっしゃるということで、はいはい、あ、でも昔エステティシャンに憧れてましたから、ね、あ、じゃあ、はい、本当になるかもしれない。本当になるかもしれません。どうもすみません。はい、さあ、そして大貫さん、はい、大貫さん、あなたは吉本新喜劇のような家庭に育ちました。どんな家でしょうか。
わちゃ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 、わちゃわちゃ、まあ、でも明るい、お母さんが明るい。なるほどね。開放的で明るくツッコミの飛び交う大阪の家庭で生まれた生粋のお笑い娘。栃木ですよね。ね、感じはね、感じは、感じはツッコミみたいな感じある。栃木ですけど場所だけね、場所だけ。しっかり者で発想豊かなアイデアマンです。はいはい、そんな大貫さんには一昨年の2月もしくは12月に出会った素敵な彼がいますね。え、一昨年、あなたが望むなら今年6月にさらなる素敵な出会いがあります。月亭はちみつさんに似ている彼との出会い。大阪で大活躍です。年齢は31歳、はい、同じ業界の人で AD、 マネージャー、放送作家などのお仕事をされているはちみつさんです。6月から一緒に仕事をするようになり急接近します。結婚する可能性もありますが、彼の両親と同居することになるので八方です。姑に注意、黒八幸せ2の家庭を築きます。頑張ってください。黒八結構でかいですけどね。これ例えの名前が出ることによってなんか言いづらい、なんかちょっとそうですね。八幸さんはそんなことないんです、うん、はい、幸せが10です。はい、こんなことがあるです。6月、すごい、なんかすごく個性的な先生、はい、先生すごい楽しい感じで、ね、語りかけてくれる、ね、身近な存在で、はい、こうみたいな、平凡な幸せを手に入れるでしょうと、平和な感じで、なんか2人ともやめちゃうんすか。ねえ、ね、なんか、ね、しかも相原さんの遺伝子全然ないんですね。全部春田さんにそっくりな子供3人います。はい、3匹の子豚みたいな。誰が子豚だよ。誰も言ってない、誰も言ってない、自分で言ったんですよ。じゃあ、はい、お願いします。直美ちゃん、はい、直美さん、あなたは個性の少ない方ですね。え結構個性の塊だと思う。結構あるイメージあります。5年前の4月に知り合った男性との恋は終わりましたよね。18日、うん、今年は次の恋の大チャンス。今年4月に出会う彼は妻夫木聡にそっくりのめちゃイケメンです。彼は32歳の美容師。彼と出会うためには今東の方向に行っている美容院を西の方向に変えてごらん。ほら、彼が微笑みながらスタイルはいかがにと聞いているではありませんか。見えるの、先生には見える。先生には見える、うん、彼と一緒になった場合あなたはエステティシャンに転向し、イケメン美容師の旦那様の2人でお店を経営、お金儲けに走るでしょう。ちょっと待ってください、お笑い、お笑い、あの占い子クラブ3人辞めてるじゃないですか。大丈夫ですか。最終回ですね。辞めてますね。東、西でしたっけ。今東に通ってらっしゃるから西に帰ってください。はい、東ってどこなんですかね。私今池袋のお店に通ってるんですけど、家から歩いて池袋が、あ、そういう感じなのか。そういうことじゃないですか。じゃ美容室を変えて、そこの美容師さんに、はい、イケメンので、スタイルはいかがと言ってらっしゃるということで、はいはい、あ、でも昔エステティシャンに憧れてましたから、あ、じゃあ、はい、本当になるかもしれない、本当になるかもしれません、どうもすみません。はい、さあ、そして大貫ちゃん、はい、すごいですね、おしゃれな半身、おしゃれ、はい、そして私ですね、はい、春菜さん、あなたは内に秘めた顔も外に見せている顔も変わりなく、とても心の温かい方、あら、嬉しい、そしてとても女性らしい方ですね。うわー、嬉しい。お料理もお得意なはずなので、こんな方をお嫁さんにできる未来の旦那さんはお幸せですね。他の男性は嫉妬の目で見られることでしょう。私読みます、大丈夫です。あ、読んでもらって、はい、すごい恥ずかしいです、はい、すごい自分のですね。そんな春菜さんは昨年5月に出会いがありましたね。しかしそれはものにできないので、次の出会いは2年後の9月、メッセンジャーの相原さんに似ている人です。え、芸人の人間ですか。年齢は30歳、はい、バリバリの営業マンです。知人の紹介で出会います。はい、彼と一緒になった場合、春菜さんも芸能界を引退して平凡な主婦になります。そしてあなたそっくりの3人の子供を産み、何育った方ですね。よくぞお笑いの世界に入ってこられましたね。おお、すごい、今日の先生語りかけてます。そんな春香さんは、うん、昨年6月に出会った人と10月に別れました。え、そんなことあったんですか。次の出会いは今年7月、うん、巨人阪神の阪神さんに似ている彼と出会います。阪神師匠、
年齢は31歳、洋服の販売をしているおしゃれな阪神さんです。阪神さんなの？阪神さんなの？結局今月あなたの住んでいる場所から東もしくは南のお店に洋服を買いに行った際に接客をしてくれた阪神さんです。彼と一緒になった場合、あなたはお笑い芸人を辞め、さらにオーラを消して裏方の仕事をします。意外と私は私、彼と彼という独立したスタンスで仕事をしていくでしょう。阪神さん阪神さん今週もですね、ヤフー占いの占い師さん、占っていただきます。はい、今週の方はこちらの方。今回の占い師さんは唐沢水光先生です。唐沢先生のページには一部無料で占えるメニューもあるので、はい、皆さんぜひ占ってみてください。はい、今回のテーマはズバリ、次の恋人はこんな人。わーわー、次の恋人、皆さんが今付き合ってる相手ではなく、はい、次の付き合う男性の正体をズバリ見当てていただいています。ちょっとこれは楽しみですよ。でもまあ今ははるかしか知ってる人いない。そうですね、でも未来予想ですかね。はい、じゃあはるかから。はい、次の恋人はズバリこんな人。美濃はるかさん、あなたはとても頭がよく、お堅く厳しい家庭に育った方ですね。よくぞお笑いの世界に入ってこられましたね。おお、すごい、今日の先生語りかけてますね。そんなはるかさんは、うん、昨年6月に出会った人と10月に別れました。え、そんなことあったんですか。次の出会いは今年7月、うん、巨人阪神の阪神さんに似ている彼と出会います。阪神師匠です。年齢は31歳、洋服の販売をしているおしゃれな阪神さんです。阪神さんなの？阪神さんなの？結局今月あなたの住んでいる場所から東もしくは南のお店に洋服を買いに行った際に接客をしてくれた阪神さんです。彼と一緒になった場合、あなたはお笑い芸人を辞め、さらにオーラを消して裏方の仕事をします。意外と私は私、彼と彼という独立したスタンスで仕事をしていくでしょう。今週もですね、ヤフー占いの占い師さん、占っていただきます。はい、今週の方はこちらの方。今回の占い師さんは唐沢水光先生です。唐沢先生のページには一部無料で占えるメニューもあるので、皆さんぜひ占ってみてください。はい、今回のテーマはズバリ、次の恋人はこんな人。わーわー、次の恋人、皆さんが今付き合ってる相手ではなく、はい、次の付き合う男性の正体をズバリ見当てていただいています。ちょっとこれは楽しみですよ。でもまあ、今ははるかしか知ってる人いない。そうですね、でも未来予想ですかね。はい、じゃあはるかから。はい、次の恋人はズバリこんな人。美濃はるかさん、あなたはとても頭がよく、お堅くる美容院を西の方向に変えてごらん。ほら、彼が微笑みながら、スタイルはいかがにと聞いているではありませんか。見えるんだ、先生には見えるんだ。先生には見える、うん、彼と一緒になった場合、あなたはエステティシャンに転向し、イケメン美容師の旦那様と二人でお店を経営、お金儲けに走るでしょう。ちょっと待ってください、お笑い、あの占い子クラブ3人辞めてるじゃないですか。大丈夫ですか。最終回ですね。辞めてますね。東西でしたっけ。今東に通ってらっしゃるから、西に帰ってください。東ってどこなんですかね。私今池袋のお店に通ってるんですけど、でも家から抜いて池袋が、あ、そういう感じなのか。そういうことじゃないですか。じゃ美容室を変えて、そこの美容師さんに、はい、イケメンので、スタイルはいかがにと言ってらっしゃるということで、はいはい、あ、でも昔エステティシャンの子供を産む、何不幸みたいな、こんな幸せを手に入れるでしょうと、平和な感じで、てか二人とも辞めちゃうんすか。ね、ね、なんか、ね、しかも相原さんの遺伝子全然ないんですか。全部春田さんにそっくりな子供3人います。はい、3匹の子豚みたいな。誰が子豚だよ。誰も言ってない、自分で言ったんですよ。じゃあ、はい、お願いします。直美ちゃん、はい、
直美さん、あなた個性の少ない方ですね。結構個性の塊だと思う。5年前の4月に知り合った男性との恋は終わりましたよね。18日、今年は次の恋の大チャンス。今年4月に出会う彼は妻夫木聡にそっくりのめちゃイケメンです。彼は32歳の美容師。彼と出会うためには今東の方向に行ってる。すごいですね、おしゃれな半身。はい、そして私ですね、はい、春菜さん、あなたは内に秘めた顔も外に見せている顔も変わりなく、とても心の温かい方。あら、嬉しい。そしてとても女性らしい方ですね。うわー、嬉しい。お料理もお得意なはずなので、こんな方をお嫁さんにできる未来の旦那さんはお幸せですね。他の男性は嫉妬の目で見られることでしょう。私読みます、大丈夫。はい、読んでもらって、はい、すごい恥ずかしいです、はい、自分のことですね。そんな春菜さんは昨年5月に出会いがありましたね。しかしそれは物にできないので、次の出会いは2年後の9月、メッセンジャーの相原さんに似ている人です。え、芸人の人ですか。年齢は30歳、はい、バリバリの営業マンです。知人の紹介で出会います、はい、彼と一緒になった場合、春菜さんも芸能界を引退して平凡な主婦になります。そしてあなたそっくりの3